うっす、今回は、モンタナの評価でぶち下げていくんで、まあ、どこで使えって感じっすよ。どこで使えばいいんですかって感じなんでね、とりあえずは。だってさ、不可思議以外使えんのよ。不可思議いかん人どうするんって感じじゃない？どうするんですかって感じよ。不可思議いかない人どうするんですか？モンタナどこで使えばいいんですかって。使うとこないやろ。だいたい弱っ。まあいいや。それはいいとして。だいたい弱いんやけさ、使うとこないやん。そう、マジか。まあ、でもこんな感じの性能なんで、まあ読まないですけど、まあ、キラー乗らないんでね、今回は。キラー乗らんとこじゃ戦いやろって話です。結局はそこなんじゃないですか思うとこは。キラー乗る不可思議は強いけど、じゃあ他強いの？強くないですよってなるじゃないですか。結局。倒せるかなと思う。これ倒せんでしょ？弱い。打ち方が悪いだ。二度と言うんじゃないよ。そういうことは。こうやればいいか。さすがに。まあいいや。まあね、そんな、今ぐらいやれて当たり前なんで、最近のキャラだったら。適当に打つか。とりあえず剣踏んでどうにかしてもらおうと思ったけど、甘く、でも 4P は、くっそ、挟まっとうな、完全に。いいとこに。運が良かったな、モンタナよ。強っ。そして、このステージとか地獄じゃない？貫通じゃなかったら。絶対無理やろ、倒すの。剣パネル踏めんかった。それはちょっと予想外だな。やられちゃうよ。痛い。剣パネル踏めんのやけど、どこ行ったらいい？どこ行ったら踏めるん？これ。どこの紹介でもらった？いけたけど。くそ、倒すんか。倒すな。やっぱキラー乗ってくるんでね。今の完全キラー乗っちゃったんで。完全にキラー乗られるとね、カウンターキラー。まあ、結構出る。実はね、結構出る。超バランス型でもあるんで。まあ、一応来たか。一応ボスまでは来た。まだボスまで来たってだけやけど。あくまで。そこは評価できるわけではないで。ちょっと待って。こいつさ、強くね？いや、強いやろ、どう見ても。別に不可思議だけじゃないし、不可思議で使えれば、まあ正直そこで十分やろ。なんでそんなさ、弱いとか言ってさ、ぶち下げるとか、そんなくだらんこと言い出す。言い出したのお前やろ。そんな、しょうがないやろ。やりたかったんやけ。いけるかなって思ったやん。いけんやろ、こんなん。強かったら。フルパワー発揮しやがってよ。超火力か。超火力だな。これにさらにね、遅延ついてくるんでね。それはとんでもないお話ですよ。ああ、いって、殴り強えな、おい。とりあえずいっぱい踏んで、スピードアップしとけば、問題ないんでね。もうどうでもいい。どうでも、打ち方はどうでもいいんで。こんなとこめちゃくちゃ強い。手のひら返すやろ。これぐらい強かったら。ただラス面がちょっと問題かな。ちょっと反射がやりにくいんでね。ラス面はちょっとやらかすかもしれん。さすがに片方はやっつけたけど、蘇生よね。ここの蘇生よね。ここの蘇生をさ、反射で挟まってやれるかな。あとどうやろう、難しいよね。あ、これちょっとむずいわ、さすがに。反射は遅延でね、こうやっちゃって、さすがに
遅延かましちゃって、あと、おお、ミスった。ミスったけど、これ強いな、友情も。見た？こんだけボンミスしてこれよ。そっちか、そして。ちょっとずつ下がっていく。全然殴れんや、これ。弱点、狙い、タッチしたか？いや、でも全然知恵あるんでね、もうめちゃくちゃ強いわ、とりあえず。これ殴れんかったら最悪よ、こうやって。ただ、ホーミングは飛んでいくんでね。おう、おう。要はこれ下を殴ればいいってこと？うわ、強っ！見た！めちゃくちゃ強いやん。え？不可思議以外でも使えます。まあね、でも今からも出てくると思うんでね。まあ、強かったってことで。以上。